の角度は30度、どうもいけりぬです。今日ですね、皆さんにお話がありまして、私、学校に通います。と言っても普通の高校とか中学とか大学とかそういう学校ではなくて、どちらかというと習い事ほどこう軽いノリではないんですけど、スクールって言ったらいいのかな、発声とか話し方とかそういうのを学べる学校に行くことにしました。なんでそんなところに、ね、急に通うんだお前はみたいな感じだと思うんですけど、本当に最近ありがたいことにですね、みんなの前で立ってしゃべるイベントの機会が増えてきて、で今度も関西コレクションっていってファッションショーのイベントにも出させていただくんですね。だってこれ普通の人間なんですよ。何にもしゃべれないし、しゃべることむしろあるのかお前はぐらい、本当になんかね、どうしようもない人間だし、てかだってそもそもまず普通にいちいちで喋るのでさえみたいな、本当にもう人の前で喋るなんて無理なんですよ。なのでやっぱりそういうところでも普段通りに今一人で喋ってるみたいにね、普段一人で喋ってる時でさえ、あんまりきちんと喋れてないんですけど、そういうところできちんと喋れるように訓練をしたいなと思いまして、そういう学校に通うことに決めました。ハキハキ元気ににこやかに話すとか、質問されたことを聞いてそれに対してちゃんと答える、そういうので、今日はですね、通うためになんか履歴書みたいなのをね、書かなきゃいけなくて、ちょっと見えるかな、受講の目的とか趣味特技職業とかなんかいろいろ、写真も撮らなきゃいけなかったんで写真も撮ってきました。やばい、見て、証明写真、難しいですね。なんだろうね、証明写真見るとさ、もう本当に自分の顔嫌いになって描いていこうと思います。それではレッツラゴー。まずはじゃあちょっと過去、趣味特技、人に言える趣味じゃないんだけど、どうしたらいいの？ゲーム、漫画、アニメ、ネット。やだ、こんなの描きたくない。一応書いとこう。だって事実だもん、いいよ内向的で、受講の目的、人と話せるようになる。なんか悲しくなってきた、やばい。ちゃんと書かなきゃいけないかな。どうしよう、とりあえず女に丸つけとこう。まあいっか、よし。履歴書の写真をカットするね。本当はね、カッターでさ、さーっとやるのがさ、いいんだけどさ、うちにカッターがないのでね、ハサミで切っていきます、チョキチョキ。ね、出して9月から学校に通いたいと思います。で、皆さんね、ちょっと心配してるかもしれないんですけど、動画の投稿頻度は今まで通りやって、こっちも頑張ってっていう感じにやっていこうと思うので、今までね、ゲームしてた時間とかをね、こういうのに当てて少しずつ自分の進化というか成長できたらいいのかなと思います。ゲームもしたいんですけど、でもね、人間成長していかないとダメだと思うので、最終的には早口言葉とかサバサバサバっと言えるぐらいになりたいと思います。ちょっと早口言葉やってみようかな。ビフォーアフターみたいな感じで記録に残すためにやってみよう。早口言葉、バナナの謎の謎謎など謎なのだけれど、バナナの謎はまだ謎謎なのだぞ。7生麦7生米7生卵、え、何これ、やば。七生ぐ、一番簡単そうなやつやってみるね。ジャズサンション、ジャズシャンソン歌手、ジャズサン、もうダメだ、無理だということで、まあ非常に皆さんもこれで私は通った方がいいっていうのが分かったと思うので、これがね、通った後どれぐらい言えるようになってるのか楽しみにしといてください。それでは今日の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価よろしくお願いします。それではバイバーイ。